吉野家ホールディングスの2019年2月期決算は60億円の最終赤字となりました売上は2%上昇したものの牛肉や米など原材料費の高騰や人手不足を背景とした人件費の増加で営業利益は前年の40億円から1億円に減少しています。10円のの値上げででストトレーにに客数に影響しますので 慎重に検討していきたいと考えております吉野家が赤字に転落するのは6年ぶりです業績悪化の責任を取って吉野家は河村社長らの役員報酬の減額を決定しました